い、皆さんこんにちは、榊淳でございます。もうすぐ11時ね、7月8日でございます。昨日七夕やったやんっていう、もう8日ですよ。もうなんかね、最近ものすごいプレッシャーを受けてるんです私。今月1冊書かなあかんやんと思って、まだ何もやってへんっていう。わあ、せやのにね、なんか予定がいっぱい入ってきてるんですよ。もうええわと思って、まあまあね、雨がね、さっきパラパラ降っててね、家出るときは傘持ってきたんですけど、こっち来たら止んでますね。風強いですね、ほんまに。今日はこれからね、打ち合わせに行かなあかん。早く帰ってきたいんですけど、帰ってこれるかどうかわからない。はい、なんかね、最近ニュースないですね。大したニュースないなと思って。今日のね、これはね、トランプ君ですね。なんかね、あれですね、トランプ君、あかんのちゃうかという、なんていうかね、そういう話になってますけど、バイデンさんちゃうかという、今までバイデンさんの副大統領候補というのをですね、選んでるみたいに、女性にするとおっしゃって、初めから決めんでもええんちゃうのと、なんで女性にする必要があるのって、最適格な人を選んだらええわけであって。わざわざ女性にすると言うとかんでもええやん。まあ、そう、女性にするっていう方針はね、悪くないけど、いや、人物本位って言わなあかんやん。もうライス国連大使というあれがありますけどね、あの人超頭ええやん。ワッハインですね、まあね、55歳って、今日新聞出てましたけど。はい。そのトランプ君ね、トランプ君、時事のニュースでこうなりますね。トランプ氏大学進学で替え玉、名医が著書で暴露。あのね、まあ、ちょっと言いましょうか。ワシントン時事、トランプ米大統領は高校時代、他人に金銭を支払って大学進学適正試験SAT、まあ、SAT っていうんですよ、お代わりに受けてもらったと、トランプの名医が近く出版する著書で暴露していることが明らかになった。トランプさん74歳ですからね、もう半世紀以上前の話で、当時はですね、顔面認証とかないし、指紋認証もないし、写真判定でいくんですかね。なんでトランプさんみたいになって、一応若い時えらい男前ですよね。 でも似たような人いっぱいいるやと。少なくとも僕ら日本人にとってはそんな買い玉の写真見せられたってわからへんやっていうんですね。で、トランプさんってね、ペンシルバニア大学ウォートン校っていうところに進学でき、確かね、あれ MBA を取ってはるというふうに思ったんですけど、違うのかな、うん、日本人でね、大学出たら4年学部っていうんですけど、学部出たら終わりでしょ、アメリカやと学部出ただけやったら、まあ、そんなにあそうっていう感じなんですけどね、修士、最低限修士を取らなかったのね、マスターっていうで、マスター・オブ・ビジネス・アーツって言って、MBA っていう、これを取ってることがどう言いましょうね、ビジネスマンの、まあ、最低限の資格ということになってまして、まあ、それはトランプさんの時代から変わらない。日本はね、学部出たらね、バチュラーって言うんですけど、バチュラー・オブ・これ何やろ、法学、バチュラー・オブ・ローっていうのがね、あるんかないかよくわからないんですけど、なんのことでもないんですよ、そんな。ああ、学校出てますって言うだけのことで。バチラーはもうちょっと別に回そうっていう。普通はだからマスターまで行って、もうちょっと勉強するやつはドクターまで行くわけですね。だからその日本人はちょっと学歴弱い。国際社会に行くと、まあそれはええとして、で、ペンシルバニア大学ウォートン校っていうのは名門です。確かアイビーリーグって言って、いわゆる名門7校か8校かに入ってるんですよ。で、そこに進学、確か娘さん、イバンカさんもここやったと思いますけどね。で、アメリカの場合ね、その大学入るっていうのは、例えば日本やったら東京大学やったら東京大学が試験するでしょ、慶応大学が試験するでしょ、なんかうるさいのもあんまり、大学の入試試験ってあるんですけど、アメリカはないんですね、学校ごとにはやらないわけであって、その代わり、日本でいうところの共通、なんていうんですか、今は、共通一、僕らと共通一ですね、今大学進学センター試験か、今は。そういうのあるんですよ。
それがね、非常に早い時期にあるんですね。日本でいや高校3年生になってくらいの時あるんですよ。で、その統一試験、SAT、SAT っていうんですけど、まあ、これがね、年に何回かあるんですよ。年に何回かあって、その一番いい成績をこう出せるわけですよ。で、それの試験と、試験のスコアとですね、あとは面接、あるいはエッセイ、とかが、まあ、大学によって違うみたいですけど、を出して、で入学許可されると。いうシステムなんで、この SAT というのはですね、ハイスコアを取ればいいとこ行けるわけですね。まあでもアメリカの場合ね、いいとこ行ってもね、出るのが大変なんですね。日本出るのが簡単ですよ。割合簡単ですよ、日本はね。入るの大変ですけど。アメリカの場合はね、入るのもまあまあ、それなりに大変なんですけど、出るのがもっと大変で、出られへん人がね、半分以上いるんちゃうかな、名門やと。まあトランプさんどうやって出はったか知りませんけど。ボルトンさんのね、暴露本がほんまやったらね、フィンランドはロシアの一部かとかって言うてはる。どういう勉強したんやろ。イギリスは核保有国かっていう。どういう勉強したそうなんだよと思うんですけど、なんか非常に疑わしいですよね。学部程度のね、知識教養があるのかどうかも非常に疑わしいんですけど。この名誉さんがね、最近そのトランプ一家についてその暴露本を書かれて、これがですね、なんか政府からですね、出版差し止めのね、仮訴訟、仮なんとか、仮処分を求めた、訴訟を起こされて、出るとか出えへんとか言ってますけど、まあ、確かにね、あれですね、このサッと、ね、替え玉受験してもらったんですよ。これ国家機密です。トランプ政権にとってはね。どっかの知事もねやってましたよね。大学出たとか出へんとか、首席やったとか首席と違うたとか、国家機密やんこれ。なんか面白いの見つけましたよ。トランプ氏はかねてウォートン校を世界最高の学校と読んで自慢。一方、顧問弁護士だった講演受刑者かっこ偽証罪で有罪判決を受けて自宅拘禁中は、以前トランプ氏が出身高校や大学に大学時の成績を絶対に開示しないようにと書簡で要請したと明らかにしてる。勉強してんのかみたいな。大体日本も同じでね、勉強してなくってもね、お金儲けできるわけで、ビジネスの才能とね、偏差値はね、必ずしも一致しない。これなかなかね、これ一致しませんね、はっきり言うて。その偏差値が高い方がね、何かと便利なんですよ。何かと便利なんですけど、なぜビジネスの才能とその連動するかとちゃうな。それはね、かなりちゃうな。相関関係が薄いと。まあ、ないことはないと思いますけどね。まあ、偏差値の高い方がいろいろとその有利なことがあります。物事を理解しやすいとかね。パッパッと見ただけで分かるとかね。そういう有利なことはありますけども、それがビジネスのチャンス、ビジネスの能力、アビリティに、相関連関してるかというのは関係ないな。関係ないわ。まあまあ、ということで、トランプ氏がなりですね、昔からフェイクやってはってんだというのがよう分かりますよね。しかし、あんなおっさんね、あんなおっさんを大統領に選んでですね、こう丸3年半ですね、大統領やってはるんですよ。これがなんとね、大きな間違いがないんですよね、この3年半。何かをやらはったというと実績もほぼないんですけど、大きな間違いをしでかしたとかね、やらんでも戦いを仕掛けたとかね、そういうことほぼないんです。不思議やわ。スタッフなんかボコボコ入れ替わってますよ。もう国務長官も国防長官も 2,3 回変わってるんちゃうんですか。CIA 長官はどうやったかな、あれですけど、ボルトンさんみたいな補佐官ね、大阪も分も変わってますしね。まあでもですね、もうすぐ選挙が本格化します。で、今のところ支持率ではバイデンさんが多いです。まあバイデンもね、面白くない男ですよね。今日なんか風強いわ、ほんまに。マイクなんとかせって言うてると言いましたけどね、まあしええやん、そんな別に話の中身分かったらええって思う。こんなクリアなね、
こんなね、ガラガラ、ガラガラって、ガラってるなんかおっさんの声が出て、クリアに聞きたいって聞けてもしゃあないやん、そんなんと、僕は思ってるんですけどね。はい。ということでですね、トランプさんね、昔からフェイクしたはず、もしかしたら大学受験もフェイクやったかもしれへんという、まあ、そういうニュースが伝わってきてますよというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。